皆さんこんにちは、桃田チャンネルの桃田亮です。2020年今年も新作の自主怪獣映画を制作予定だったわけですが、昨年の11月頃にはもう企画も決まって、今年になって2月ぐらいにはシナリオや絵コンテも完成して、小道具も作って、これから制作が本格的に始まるという感じだったんですけれど、ちょっともろもろ理由があって制作が一時中断しています。その理由は後でお話しするんですが、その作品の絵コンテは完成してますので、それを交えながら今年制作予定だった作品がどんな作品なのかっていうのを皆さんにご紹介させていただきたいなと思います。ではご紹介します。2020年制作予定だった幻の新作自主怪獣映画、逆転町工場の奇跡かっこ仮です。ではご覧ください。どうぞ。
はい、という、内容だったんですけれども、冒頭にお話ししましたように、この作品の制作が今一時中断しているっていう理由が、まあ、一つ二つありまして、一番大きな理由が、撮影に使わせてもらう予定だったロケ地の、町工場さんがちょっと使えなくなってしまったっていうのが、まあ、一番大きくて、でもう一つは今テレビで放送されているウルトラマンの内容とちょっと丸かぶりだなっていうところがあって、どうしていこうかなっていう今考えている最中です。また、別の企画を立ち上げるか、今ご覧いただいた作品も作ってみたいっていう気持ちが大きいので、まあ、そっちでいくかっていうのはちょっと今考え中、検討中なんですけれども、まあ、いずれにせよ、新作の自主怪獣映画を皆さんにお見せできるように、頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ということで、今日ご紹介したのは、幻の自主怪獣映画逆転町工場の奇跡でした。ありがとうございました。この動画が面白かった方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。